せた。やっぱりハーシリアンはもういなかったわね。メディナを足止めに使って逃げるなんてずるいやつだわ。今はそれよりシェータのディープフリーズを解かなくちゃよね。システムコール。切って切って切り続けなさい。その血塗られた道の果てにのみあなたの呪いを解く鍵があるかもしれないわ。適当なことを。適当かどうかはあなたが確かめるしかないんじゃないの。最高司祭様。久しぶりね。ずっと眠っていて起きた感想はどう。いまだになれない。でも悪くはない。そう。あなたに聞きたいことがある。何かしら。なぜ私に黒百合の剣を与えあんな言葉を残したの。私はあの言葉について考え続けることになった。今もなおひたすら敵を切りながら考えている。あなたはどう思いたいの。どうと。あなたはある期待を抱き続けているわね。殺人衝動という呪いを解くことができるという期待。そうかもしれない。私の言葉が真実だ、そう思いたいんでしょ。おバカさんね。私は最高司祭アドミニストレーターよ。そんな優しい言葉書けるかしら。わからない。あなたは美しく残酷、でも時折妙に優しかった。目的が何にせよ私の殺人衝動を受け入れてくれたのは今のところあなたともう一人ぐらい。そう。ならば好きに解釈なさい。所詮私はお前の記憶の中のアドミニストレーター。お前の記憶に残っていることやお前が望むことぐらいしか言えないのよ。ならばなぜ私に語りかけてくるの。早く私は戻らなくちゃいけないの。ねえ、私にいい考えがあるのよシエータ。今度こそ試してみるの。本当にあなたが戦いの果てに見つけられるものがあるかどうかを確かめるために。何？さあ、目覚めなさい、シェータ。そして戦うのよ。あなたが求めるもののために。私が求めるもの。私は。かわいいお人形さん。あなたはその手を血に汚してこそ自らの価値を証明できるの。シエータ殿。
シェータ。私は切って切って切り続ける殺人人形、それが私の存在意義。シェータ、まさか本気で。やっぱりパイエティモジュールの影響か。シェータ、俺が分からないのか。どんなに固くても必ずや切ってみせる。そうか、上等だ。来いよシェータ、必ずお前を正気に戻す。戦闘開始。よし、テイク。よし。ジェネレートクライオジェニックエレメント。ディスチャージ。
Ah!
Peace out!